直江津橋は、新潟県上越市川原町中央一丁目の、関川に架かる、新潟県道488号三津屋中央線の橋町237.9メートルの桁橋。日本百名橋の一橋である。直江津橋は、下流の荒川橋とともに、関川の東西に広がる直江津市街地を結ぶ橋で、ある。今日ある橋は、1988年11月に、 かけ替えられたもので、高欄には、アンジュと、ズシオ丸のパネルがある。すぐ上流には、JR 新越本線の荒川橋梁、下流には、荒川橋と、関川河口がある。原橋は、関川の引き引下げに伴ってかけ替えられたもので、取り付け道路周辺は、家屋密集地帯であることから、桁高を抑える。必要があったことから、春桁には2室箱桁を採用し、 両側景観は交渉版とした。また、軟弱地盤であることから、不当沈下に備えて単純ネタを採用した。元橋庭が、ガス管、水管、電力線、通信線が点火されている。古来より、関川の川口部は、直越の港が開かれ、同地付近に、北陸道が関川を渡る橋として、いつの頃からか大火橋が架けられていた。雪話三世歌遊では、 安寿と、図シ大マルとその母が、この橋のあたりで連れ去られたとされている。近年には、森大外の小説残照大部で広く知られるようになった。長尾影虎が1548年に、越後国守五代になり、春日山城に入ると、交通整備に乗り出し1549年に、荒廃した大家教を再建した。影虎は、管理を武行の正田忠試の行わせ、 維持費のためそう、友人、盲人などを除き、橋船を課した。お立ての乱で崩れた橋を、上杉影勝が再建し、豊臣政権下において、堀修次が、春日山城主になると、関川右岸に、福島城の築城の着手した。福島城追記と共に直越と連絡すべく現在の荒川橋のやや上流付近に大佳橋をかけた。 1610年堀市が改役されると、松平忠照が福島城に入ったが、1614年に福島城を放棄して、高田城を築城すると、高田の発展のため大加強も破棄された。加強を出願した者もいたが、高田藩内で一件が割れ計画は、棚上げになり、結局明治になるまで加強されることは許されなかった。以後、直越の荒川には、 二箇所の私が設けられ、上の私は、現在の新一本線の荒川橋梁より、上流側にあり、下の私は、現在の荒川橋より、やや下流側を渡っていた。大河橋が破棄されたため、北陸街道を利用する者も、直江津から高田まで約6キロメートルの迂回を強いられ、直江津の発展は立ち遅れた。高田から北陸街道が荒川を渡るところに荒川橋が、 現在の稲田橋よりやや北に架けられ、上り下橋の名はこの通りが、青田川を渡る橋に使われて、現在に至る。1871年、荒川の川口部に、上の私付近に再び橋が架けられ、平安時代の和歌に由来する、内西への継ぎ橋の名で出願され、完成後は、直江津橋と呼ばれた。翌、 1872年に荒川橋として、改めて佳橋の許可を得て、11月に橋町174メートル、福音5.5メートルの目標が竣工したが、1897年、流出した。同年仮橋をかけるも1899年これも、流出する。直江津橋は1899年に、現在の位置に共同出資による、銭取り橋として架けられた。なお、 荒川橋は1902年に現在の位置の架橋をされている。直江津橋はその後、1909年6月に橋町139.6メートル、福音4メートルの木造化立江板橋に架け替えられた。1925年には県の管理下に入った。1949年9月10日に橋町140メートル、 福音4.5メートルの新橋に掛け替えられたものの、1934年4月2日に、すでに永久橋となっていた荒川橋と異なり、この橋は木造の土橋であった。関川の引き下げに伴って、掛け替えに迫られ、橋梁管理者の件でも拡幅計画があったことから、合併志向として、建設省北陸地方建設局長と、 新潟県知事館で1981年2月12日に協定を締結した。施行主体は建設省として、総工費は17億円は、両社で分担した。仮設にあたっては、現一での掛け替えしたため、仮橋を設置後、急遽を撤去し、新橋を建設するものとした。仮橋仮設では、事業費削減のため、阪急電鉄での中古下駄を購入し再利用している。 まず自動車用と自転車、歩道の仮橋に今日に1980年度に着手し、1982年度に完成した。新橋は1982年度に下部校に着手し、上部校は1986年度に着手、1988年11月に強用された。ありがとうございます。